こんにちは、粟田洋介です。今日は肌色の作り方ということで、俗に言う肌色を作っていこうと思います。それから肌色の話と、肌色は一つじゃないというお話をしたいと思います。で、最後にちょっと肌色は一つじゃないっていうお話をしようと思うんですが、今日作る肌色は一つだけです。その肌色っていうのは、これはだいぶ前の動画で描いた絵なんですけど、この辺の肌色ですね。これを作っていこうと思います。使う色はマジェンタ、ライトイエロー、それから白です。普通の赤と黄色と白でも肌色が作れます。でも今日はマジェンタとライトイエローを使っていきます。まずはこれマジェンタですね。で、ライトイエロー、そして白ですね。この3つを これで大体1対1対1なんですけど、これだとちょっとこんな感じになります。なので、もうちょっと白を入れるとこんな感じで肌色ができます。お好みによって濃くしたり薄くしたりすることができますが、もうちょっと白を入れるとこんな感じですね。まあ俗に言う肌色っていうのをちょっと作ってみましたが、肌の色っていうのは人によっても違うし、あとはどんな光に当たるかによっても肌の色って見え方が変わってくるし、あとは同じ人の肌でも私の顔の肌の色と手の甲の色と腕の色は違うし、こっちの方に比べてこっちの方が赤みがかっています。あとは線が入ってたり影のある部分ですね、そういった部分はまた違う色になります。で、今作ったこの肌色っていうのは、よく色鉛筆とかクレヨンに肌色っていう色があって、その肌色に近い色がこんな感じの色ということです。絵の具、色鉛筆、クレヨンなんかの色から肌色っていう色がなくなったそうです。2018年6月17日の NHK 生活情報ブログによると、ペンテルは1999年にペールオレンジ、それから2000年にはトンボをはじめとする多くのメーカーさんが薄橙っていう色に変えていたそうです。消費者から差別的だっていう批判が多く寄せられていたそうです。私には3歳上の姉がいるんですけど、小学生の時に肌色って人種差別だみたいなことを姉が言っていたのを覚えています。今思うと1970年代に小学生がそんなこと言ったなんてすごいなって思うんですけど、そのおかげで私も幼い頃から肌の色とかそういうことを考えるようになりました。またその NHK のブログによると、肌色ばっかりの色鉛筆セットっていうのがあって、人種関係なしのいろんな肌色が、その薄オレンジみたいな色ばっかりじゃなくて、いろんな肌の色の色鉛筆が入っているセットがあって、なんかなるほどなと思ったんですけど、肌の色っていうのはいろいろあります。で、人種差別っていうこともそうなんですけど、肌の色っていうのは本当一人一人違くて、遺伝子テストをやると私は 99% 日本人なんですが、日本人の肌っつっても本当いろんな色の肌があるし、明るい色とか濃い色とか、その他に同じトーンの色、同じ明るさの色でもちょっと黄色っぽかったり赤っぽかったり青っぽかったり、緑とか紫とかオレンジとかグレーとかいろいろあると思うんですけど、肌の色って本当人によっても違います。で、さっき言ったように同じ人でも体のパーツによって肌の色が違うし、同じパーツでも所々色が違うから、肌の色でも何の色でも何色って決めつけないで、よく観察する、よく見て描くっていうことが大事だと思います。ただ考え方によっては、肌色だから肌色で塗る、リンゴだから赤で塗る、空だから青く塗る、そういう考えも間違いではないと思います。ちょっと前まで絵画指導をしてたんですけど、あんまり間違い指摘したりそういうことしたくないなと思ってて、なんか私が間違えてると思ったことでも、後々私が思いつくこともできないような、なんか新しい芸術になるかもしれないし、そこで違うって直しちゃうのは間違えてるなって私は思って、なんかあんまり言わないようにしてたんですけど、まあね、間違いを指摘された方が伸びる人もいるかもしれないし、なんかちょっとわかりませんけど、なんか新しい芸術、
芸術だけじゃないかもしれないけど、新しい芸術が生まれて発表された時っていうのは必ず批判されるもので、でもその批判されたことっていうのが年月が経つとそれが美しいものなんで変わっていくんですよね。あの誰もが美しいと思うルノアールの作品ですら、その肌の色を当時は腐った肉みたいだみたいなことを言われたそうなんですが、今では誰もが透き通る美しい肌だと思うんじゃないかと思うんですけどね。ちょっと話が逸れちゃったんですけど、そのルノアールの肌色もいろんな色が混ざっています。なので実際の人の肌を見たり、あといろんな絵画を見てみると、まあ作風にもよるんですが、同じ肌色といってもいろんな色が使われていることがわかると思います。これはだいぶ前、2012年に描いた作品なんですが、ここら辺の肌色、さっき作ったみたいな肌色を使っております。で、さっき作った肌色にちょっとこの暗い部分ですね、この線と、あともう一色この辺、それは確かローアンバーっていう焦げ茶系の色を混ぜています。で、これも肌色なんですが、一色の茶色じゃなくて何色かの茶色を混ぜて作ったと思います。肌の色って本当いろいろあるっていうお話ししたんですが、人の性格とかっていうのと同じで、例えば私は日本人なんですが、日本人だから勤勉で几帳面なんだって決めつけられても、私は勤勉でもなければ几帳面でもないので、日本人だからこういう仕事を与えてやればうまくいくだろうとか言われても、そういう仕事は私向いてないですから、それはとんでもない間違いなんですよね。だから人の性格っていうのは日本人だけじゃなくて、同じ国の人でもみんな違うから、同じ国の人でも同じ文化の人でも同じ性格とは限らないんですよ。だからその人を知るには、その人の話を聞いたりとか、その人の行動を見たり、いろんな情報を得ることによって、その人がどんな人かっていうのは少しずつ分かってくることなんだと思います。だから色も同じで、よく見て観察することが大事だと思います。なんかよく日本人はコンプレックスがあるから西洋の人の顔を描くんだみたいな話があると思うんですけど、例えばさっきお見せしたこの絵、この方とかちょっとヨーロッパ系の顔してますけど、別に人種差別とかコンプレックスとか関係なしに、なんとなくそういう風に描きたかったから描いただけで、なんかヨーロッパ系の顔ばっかり描いてる方がいらっしゃったとしても、その人がコンプレックスとかから描いてるとは限らないんですよね。で、日本人のくせになんで日本人の顔を描かないんだってよく批判とかありますけど、ヨーロッパ系の人物ばっかり描いてる日本人がいたとしても、それが人種差別っていうわけでもないし、描きたいからそういう風に描いてるんだから別にいいじゃないですか。それが差別的表現で、それで誰かが苦しめられてるんだったらそれは問題だと思うんですけど、そうじゃないんだったら私は好きなように絵を描いたらいいんじゃないかと思います。かなり前の話なんですけど、この辺2006年とか7年の作品で、この辺の作品を見て、描いてる顔とか外人みたいですねって言われたことがあるんですが、私は日本人を描いてるわけでも外国人を描いてるわけでもなくて、私は人を描いているのです。とはいえ、人種、国籍、文化などということが重要になることもあると思います。そんな時は人種を意識した肌の色なんかも使って描くと思うんですが、それと人種差別は全然別のことです。肌の色は人種に限らず人それぞれ違います。そしてどんな肌の色も美しいと私は思います。で、さっき作ったピールオレンジでこの小さいキャンバスに色を塗りました。また別の動画でここに絵を描いていこうと思います。肌の色の差別についてなんですが、私は日本人で日本の小学校へ行ったんですが、子供の時は目立ってすごく肌の色が明るかったので、担任の先生に、男のくせに肌が生っちろい、もっと外で遊んで日焼けをしろみたいなこと言われて、日焼けをしても赤くなってちょっと日焼けしたと思ったらすぐ冷めて元の色に戻っちゃうんですよね。でもしつこくそういうこと言われて、今思うとそれも肌の色の差別だって思いますけど、人種差別で苦しんでいる人たちに比べたら本当何でもないことだったんだと思っています。そして色鉛筆やクレヨン、絵の具の色から肌色っていう色がなくなって本当に良かったと思っています。でも私もこういう色、肌の色として使ってますし、さっき肌色は肌色、リンゴは赤って言ったんですけど、私はまさにそういう絵を描くことがあります。そしてそういうのもとてもポップでいいなぁと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録やコメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。